はい、どうもこんにちは。初めましての方もそうじゃない方も、火曜日の陸上教室ちょっとだけいる翔太コーチです。レアキャラです。今日は、立ち幅跳びね、立ち幅跳び、みんなも学校とかの体力測定でやると思うんだけど、まあ、立ち幅跳びのポイント何個かあるから、そのポイントをしっかり復習していこうと思います。ちなみに立ち幅跳びってね、世界記録3m73らしいんだよね。ちなみにコーチが今飛んでみると、今コーチが飛んだので大体2m60ぐらいでした。で、この時にコーチは何を考えてるかっていうのをちょっとお伝えしていこうと思います。はい、まず立ち幅跳びっていうのは、つま先をスタートの線に合わせます。で、ここから遠くに飛ぶっていうだけの簡単な競技です。なので簡単な競技だからこそ意識してほしいポイントが何個かあります。まずじゃあ1つ目、立ち方ね。立ち方、足の幅、これが広すぎても狭すぎてもうまく力が使えなくなります。なのでだいたい腰の幅ぐらい、腰、まあ、もしくはまあ肩幅ぐらい、これぐらいがベスト。 OK。 次、第2のポイント、飛ぶのは足だけじゃない、足だけじゃなくてしっかり腕も使う。走るときも一緒ね、走るときも一緒、しっかり腕使ってあげると速く走れるし、飛ぶときは遠くに飛べる。なので大きく体を反らすと腕も大きく使える。 OK、 これ第2のポイント。次、第3のポイントね。飛ぶ前に膝、この膝の角度ね、膝の角度、これがあんまり曲がってないと飛べないし、逆に深く曲げすぎるとこっから体持ち上げるのは結構疲れる。だから下ろして、まあちょっとこれぐらいかな、これぐらいで曲げてあげてバンって飛び出すといい記録が出ると思います。これが3つ目。1つ目は足の幅、2つ目は腕の振り、3つ目は曲がってる角度。 OK。 はい、ここで小ネタ集その1、立ち幅跳び、なんと実はオリンピックの競技になってました。ただ1900年と1904年、1908年、1912年、4回だけ。だって盛り上がんなそうじゃん、なんでやったんだろうね。次、第4のポイントね。この姿勢をとって、ここから目線ね、目線、見てるところが真下にあると真下に行っちゃう。これが上上がりすぎてると上に行っちゃうね。ってことは、この目線がなるべく遠く、前を見てなるべく遠くあった方がそこに飛ぶんだっていう意識を持てるから、なるべく目線は前にしてあげる。これ4つ目で、5つ目、ついに飛びます。飛ぶときに腕の振りね、みんな前に飛びたいから腕が前、腕の先に重りがあるようなイメージで前にポーンと持っていかれるような感覚で腕を振ってあげる。そうすると腕と一緒に体が前に飛んでいくから、これが、忘れた、何個目でしょう、
5個目ぐらいだと思います。はい、6つ目飛んだ後ね、飛んだ後の空中での姿勢。せっかく思いっきりジャンプしたのに足がずっと伸びてるとすぐに下についちゃうから、じゃなくてしっかり膝を曲げて飛んで、飛んだ後もしっかり自分の体に膝を引き寄せる。そうすることで浮いてる時間が長くなって遠くに飛べるようにもなるから。 OK。 最後7つ目のポイント、7つ目のポイントは着地した後、着地した後飛びました、着地します。でこの時にもし体重が後ろにあると転んじゃったり手ついちゃったりするよね。でそうなっちゃうと立ち幅跳びって体の一番後ろで記録を測られちゃうからすごいもったいない。なので飛んだ後にできればその場でとどまってるのが一番いいんだけど、どっちかっていうと前側に体重がある方が記録自体は落ちることはないから、なので体重は前。 OK。 でポイント何個か言ったね。1つ目、覚えてる？1つ目は足の幅ね、足の幅が腰幅もしくは肩幅ぐらい。次腕の振りね、腕を大きく振ってあげないとなかなかちっちゃい動きだと前にはいかないから腕を大きく振ってあげる。3つ目、膝の角度、これが浅すぎてもダメだし曲がりすぎてもダメ。4つ目は目線ね、見てるところ、下を見るんでもなく上を見るんでもなくなるべくまっすぐ前に遠くを見てあげる。5つ目がさっきも忘れたね、なんだっけ、思い出したよ。5つ目が飛んだ後腕を前に、腕をしっかり前に持ってきてあげることで体が一緒に前に進みます。6つ目は飛んでる最中、飛んでから足が伸びてるとすぐについちゃうから飛んだ後もしっかり足を引き寄せる。最後後ろに飛んだ後に後ろに体重があると記録が下がっちゃうから、どうせだったら前に乗っけてあげる。そうすることで記録は下がらない。という7つのポイントあるので一回それ踏まえてコーチがもう一回飛んでみるので、まあ、皆さんそれを目標にやってみてください。拍手ない、いきまーす。めっちゃ滑った。はい、ちょっと悪い例なんだけど今のでだいたい2m50ぐらいでした。とりあえず小学生だいたい6年生の平均が160何歩だったから、まあ2メートル目指してこの動画見てしっかり頑張ってください。またお会いしましょう。バイバイ。